皆様こんばんは。1月の29日午後8時20分を回ったところでございます。ビットマン TV のお時間でございます。このチャンネルではですね、仮想通貨関連の最新重要ニュースや、あとはチャート分析を通しまして、皆様の資産を10倍100倍1000倍にするようなお手伝いをさせていただきたいと思っておりますので、ぜひともチャンネル登録よろしくお願いいたします。はい、それではですね、本日週の終わり、週の初めでいいんでございましょうか、日曜日の配信をね、行っていきたいと思いますけれども、皆様いかがお過ごしでございましょうか。私ビットマン TV は先ほどね、自宅の方に戻ってきまして、ツイッターの方で今から配信の、まあ、収録をねいたしますということで、ちょっと16分ぐらい前に流した次第でございます。で、話はね、昨日の話に戻りますけれども、ビットマン TV タクではメンタルマネージャーと、BBQ をね、してかなり大盛り上がりしました。かなり寒かったっす。もうかなりやばかったっすね。今までで多分過去最高に寒かったかも。で、ビットマン TV のね、お家の言っちゃうとこうあるじゃないですか、まあ、ベランダ的なところがね、まあ、テラス的なところがあるんでございますけれども、上はね、あの雨ざらしがあるから、まあ、大丈夫なんですよ。ただね、横風がね、ものすごく激しくて、一応メンタルマネージャーと2人で、あのブルーシートあるでしょ、ブルーシート、あれを一応そのテラスのね、四方にこうぐーっと張り巡らさして、その中にあれでございます、ストーブをね、設置してからのバーベキュー開始ということで、まあかなりね寒い状況でございましたよ、うん、ちょっとねマジで、あの今日朝起きたらちょっと体調が優れない状況でしたので、咳も出てね、やっぱり昨日の夜中の、まあ、夜のバーベキューでかなり体力的なものもね削られていった。ただそれをね補う肉のうまさ、ありがとうございました、ありがとうございました。まあね、冬の、うん、バーベキューということで、やっぱりビットマン TV タクではね、一年中ですね、ごめんなさい、一年中ね、やっぱりやり続けていかないといけないイベントだろうということで頑張ってやりました。もう頑張ってやるようなもんでもないと思うんですけどね、本当に、うん、寒さが、まあ、身に染みたわけでございますけれども、やっぱりそれを補うね肉のうまさ、これにはねやっぱり勝てなかったでございますよ。で、またねこう今年2023年バーベキュー開始しましたから、昨日だから1月28日かなに開始しましたので、やっぱりねこう2月も3月も負けじとね行きたいなと。まあ夏の頻度には負けると思うんですよ。もう夏はねビットマン TV タクで本当に1週間に最低でも1回はやりますから、うん、だから多い時だと週3回ぐらいバーベキューやってるんで、ものすごいね頻度になってるわけですよ。ただ冬はねちょっと頻度が落ちるということで、やっぱりここは、まあ、一回のバーベキューに全てをぶち込むレベルで、やっぱりこう冬もね、なんとかこのバーベキューのルーティーン、こう作り上げていきたいなというふうに思ってる次第でございますけれども、昨日ね、それこそメンタルが、お前それ言い過ぎだろうっていうのがあったんでございますけれども、やっぱりバーベキューやんないやつって、ちょっとダメだよね、みたいなね、ことを言ってました彼。もうめちゃくちゃ調子乗ってますよ。めちゃくちゃ調子乗っている。でね、肉の予約は、これひどいです。聞いてもらっていいですか？うん。食べるお肉ね、食べるお肉の予約を、なんかこう、メンタルマネージャーがね、してたわけですよ。金曜日あたりかな。なんかバーベキュー食いたいよねってね、彼がお肉の予約をパーンとしてたわけでございますけれども、お金を払うのは僕というね、なんかわけのわからない、わけのわからない理論が彼の中で打ち立てられていたわけでございます。ですから、彼が予約した肉を僕がお金を払って買うというね、わけがわかんない状況になってた。お前もうちょっと頑張れよみたいなね、ことなんでございますよ。まあ、高いもんじゃないんですよ。うん、本当に3000円から4000円ぐらいを、まあそのお肉屋さんで払ったわけでございますけれども、まあメンタルマネージャーが言うにはね、お金がどっかに吹っ飛んでいったというふうにね、言っておりました。ですから金がねえんだと、お前が払えっていうふうに言われて、なんでか知らないけど彼が予約したものを僕が払うというような、状況になりましたよ。本当にここね、もう何べんも言いますよ、バーベキューよりお前頑張れみたいなねことでございますけれども、まあとにもかくにもね、美味しいねお肉を本当にたらふくたくさん、もうたらふくです、もういっぱい食べてね、もう本当に、体は元気、ただちょっと体調が悪いよという感じなんでございますけれども、またまたね、今年2023年のいつものルーティンワークがねようやく開催されたということで、私本当にまたまたウキウキするようなね、まあ週末並びに週中過ごせるんじゃないかなということで、ここはまたやる時には皆様の方で間違いなくお伝えをねさせていただきたいなというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。で、当然2023年も、バーベキューのね、配信をしながら何かこうしていきたいな、生配信したりね、していきたいなというふうに思ってる次第でございます。でね、そうあと一つ忘れておったわけでございますけれども、昨日ねサブチャンネル作ろうかなと思ってたんですよ。ビットマン TV のね、これ去年の末から言ってたじゃないですか。でちょっとこう昨日ね作れずじまいだったんで、なんとか2月中にはね完成させていきたいなというふうに思います。まあ名前とかもねまだはっきり決まってはないんでございますけれども、まあビットマン TV という名前はね、使ってからのその後に何を入れるのかっていうところで、ちょっとこうサブチャンネルを作って、その中でいろんな仮想通貨以外の配信はねしていこうかなというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。でちょっと前、どうだったかな、何日か前にメンタルマネージャーとねそのサブチャンネルの話をしていたんでございますけれども、やっぱりね、旅系の YouTuber の方とかもやっぱすごいじゃないですか。だから、メンタルマネージャーと言ってたのはね、なんかこう、ビットマン TV 撮ってやればっていう風にね、メンタルマネージャーも言ってたんですよ。で、まあ、どうでしょう。一つね、メインとしたら仮想通貨なんで、まあ、言っちゃうと、
ビットマン TV とね、メンタルマネージャーが、言っちゃったこう、思い出を、まあ、言っちゃった撮るような形で、それ垂れ流してもいいんじゃないのみたいなことは言ってたんでございますけれども、ほら、ビットマン TV とかメンタル、よくいろんなとこに行くんでね、もしかしたらそういったものもサブちゃんの方で、こう、流せるかなと、もう本当になんか私とメンタルマネージャーの、生き様記録動画みたいなね、形でございましょうから、そうなった場合はね、本当に垂れ流すかもしれませんので、そこはお前ら編集下手だみたいなね、いうふうに思う方いるかもしれませんけれども、まあそういった形で、まあどんな風にやるか、ちょっといろいろ、なんか楽しそうなものをね、本当に今考えているわけでございますけれども、まあそういったところも含めてね、動かしていきたいなというふうに思いますので、もしサブチャン、まあもしというかサブチャンネルね、作った暁には、ぜひともね、皆様の方には、チャンネル登録をしていただけたらなというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。そちらの方も、まあね、サブチャンネルというふうにいいな形で、まあ作るわけでございますけれども、やっぱこう見てくれる方とかね、チャンネル登録者様が多ければ、私ビットマン TV もメンタルマネージャーも、やっぱりこうやる気になるような、うん、まあ言っちゃったこうね、増強剤みたいにね、感じになるわけでございます。やっぱりね、チャンネル登録ね、してくれると本当にやる気がバーンってやっぱ出るんですよ。うん、普通のほらビットマン TV のチャンネル登録者様もずーっとほら減り続けていっていたじゃないですか。で、まあそこに対してはね、結構強靭なメンタルはビットマン TV 手に入れたわけでございますよ。減っていってもなんかそこに対してね、こうね、うじうじもじもじしててももうどうしようもないとこだから、ビットマン TV 的にはもうやり続けるしかないし、そこをいちいち気にしていたら逆にね、こうメンタル的な私の心ですよ。私の心メンタル的な浮き沈みが激しくてね、それはそれで聞いている方々がやっぱりこう楽しくなかったりとか、はたまた楽しかったりする時もあるとは思うんですけれども、やっぱそういったものはね、なるべく私の中では排除していきたいなと、気持ちの浮き沈みっていうのですよ、排除していきたいなというふうに思ったんで、あまり最近はね本当に気にしてはなかったんですよ。ただそのやっぱり最近の仮想通貨業界の盛り上がりに相反して、ちょっとずつね、あれです、登録者様が増えてきているような状況になってきておりますから、そこに関してはね、やっぱり、まあ、減るのは痛いんだけども、増えたら増えたでやっぱり嬉しいなーっていうふうに思うんですね。もうやる気に満ち溢れますから、やっぱり、うん、本当にこうね、注射ぶち込まれてるみたいな感じでございますよ。私ビットマン TV の体の中に皆様のね、こうね、やれよお前頑張れよやれよブチーみたいなね形でぶち込まれているような感じになっておりますから、やっぱりそれはそれで本当に嬉しいなというところで、今後もねよろしくお願いしたい次第でございます。サブチャンネルができた時にもぜひともね、登録をしていただけたら嬉しい限りでございます。テイストは全然このビットマン TV の普通の配信とはね違うものをやっぱりお届けしようかなというふうに思いますから、やっぱりこうね、最近話ちょっと変わりますけれども、ヤフーニュースとかでも結構ねこう YouTube、うん、自体のこうね、なんかあれでしょ、ラファエルさんであるとか、なんか有名な YouTuber の方々も、なんか収益がめちゃめちゃ減ったみたいな、10分の1になったとか、なんか50、5分の1かなになったとか、収益が、一時のピークよりね、いう風なことをなんか言っていたと、ヤフーニュースの方で流れていましたけれども、そういう意味で言うと、まあ、YouTube のね、中から人がまあ減ってきているのかなという感じもしますよ。まあ、ほら、これはですよ、コロナがね、一時めちゃめちゃ、もう、2、3年ぐらい前、やっぱりすごかったじゃないですか。で、ね、会社としても、やっぱり会社が休みになったりとか、あとは、あれでしょう、やっぱりこう、ね、遠隔勤務みたいな、会社にこう、出勤せずに、お家でね、まあ、言っちゃうと出社するみたいな形を取っていた会社もあったと思うんですよ。だから、そういった流れの中で、やっぱりこう、お人様がね、あんまりこう、YouTube を見るとかいう時間よりも、普通のリアルな仕事の方が忙しくなって、人離れしていったっていう側面もやっぱあると思うんですよね。うん。まあ、そういったところをね、まあ、考えていくならば、確かにこうね、ちょっとこう、サブチャンネルの方は、こう、苦しい道のりかもしれませんけれども、でもそこに対しては、私も、まあ、メンタルマネージャーもね、なんかそういうスタンスでやるわけじゃないと、だってメインはやっぱり仮想通貨でだから、そこを盛り上げるためのサブチャンみたいな感じでやっぱり位置づけていきたい、だけれどもビットマン TV っていう、これ前皆様に言ってたでしょ、ビットマン TV っていうやつがおると、だから全然仮想通貨とは関係ないところで私を知っていただいて、仮想通貨業界の中に入ってくる方もねいれば、それはそれで楽しいんじゃないかなというふうに思いますから、まあそういったスタンスでやっていこうかなと。だからあんまり気張らずにね、できるサブチャンネルにはしていきたいなというふうに思いますから、まあそういったところも含めると、こうね、こいつらマジアホやってんなみたいな、本当に編集雑やなみたいなね、そういったものも上がるかもしれませんけども、ぜひともね、よろしくお願いいたします。まあ、作った際には、やっぱりこうね、まずはやっぱりこう支えてくれるのが、まあ、当然皆様でございましょう。ビットマン TV を普段ね、聞いてくださっている方がやっぱり支えてくれるかなと、そのサブチャンのスタートの方もですよ、スタートの方もやっぱり支えてくれるかなというふうに思いますので、そこはね、ぜひともぜひともよろしくお願いしたい次第でございますので、お願いいたします。で、そこからあと、さっき言ったようにね、あ、ビットマン TV ってなんかわけわからんぞ、おるな、本チャンネルがあるらしいけど何なんだろうっていうふうにね、見てみたら、こうね、お人がもしかしたら増えてくるかもしれませんし、そういったところが私、ビットマン TV ちょっと思うところがありますので、ぜひともぜひとも作った暁にはよろしくお願いいたします。はい、で行きましょう行きましょう。話がちょっと長くなってしまいました。まあとにもかくにも昨日のねバーベキューめちゃめちゃうまかったよというところを報告したかったというところでございます。で行きますよ、今皆様に見ていただいているのがもういつものねビットマン TV のツイッターになるわけでございますけれども、ビットゲットさんの方で仮想通貨の大会、トリチョ大会がね、まあ、やっていると、日本限定でございます。で、今ねランキング
結構ね、動いていたような形だったわけでございますけれども、またね、1位の方が奪還をして、トップ、収益率 565% ということで、ここはね、1位の方、ビットマン TV のコミュニティのね方でございます。ぜひともね頑張ってほしいなというところがあるわけでございますけれども、この方ね、あれですよ、普段、ビットマン TV のテレグラムの方ね、テレグラムの方にパイナポー TV というところと、あとは偉大なる航路へというね、ところがあります。まあ言っちゃうとパイナポー TV はメインの部屋、だからどれぐらいかな、1300名様ぐらいいるかな、で、偉大なる航路へというのが、まあ言ってしまうとトレード部屋みたいな感じになるわけでございます。はい、ビットマン TV のね、力強きバディのソウルマンという方がね、作ってくれた部屋でございますけれども、その偉大なる航路へというところで結構1位の方はね出てきてくれているような状況でございますから、もしね、仮想通貨業界に入ったばっかりだよという方がね、いるんであれば、私の動画の説明欄の下の方だったかな、下の方か中盤あたりだったかな、パイナポー TV というテレグラムのね、リンクを貼っておりますから、もしよろしければね、テレグラムの方をインストールしていただいて、そのリンクを踏んでいただけたら、無料でございますよ、無料でございます。はい、パイナポー TV の方に参加ができるような状況になるかなというふうに思います。で、その後にその他の部屋ね、何個かあるんですけど、パイナポー TV 以外にも、さっき言った偉大なる航路へというトレード関係のねお部屋、に関しては招待制になってますから、パイナポー TV の方に入っていただいて、偉大なる航路へ、トレード部屋の方に招待してほしいんですけどっていう風に言っていただけたら、招待がね届くような形になりますので、ぜひともね、ご活用なさってみてください。よろしくお願いいたします。まあ、とにもかくにも今ビットゲットさんの方で大会あと4日間続きますから、なんとかね1位の方を死守していただいて頑張ってほしいなという風に思う次第でございます。はい、で行きましょう。それが一応ご案内でございました。ツイッターの、ごめんなさい、説明欄の、この動画の説明欄の方に入っておりますので、ぜひともねパイノポー TV 並びに、偉大なる航路へというトレード部屋もね ご活用なさってみてください。よろしくお願いいたします。パイナポー TV は普通に入れます。他の部屋は招待制になりますのでね、ここはお間違いのなきようよろしくお願いいたしますよ。で、行きましょう。今日の内容なんでございますけれども、まずは、重要ニュースがお二つございます。そこから時飛ばしをしてチャート見ておきましょう。まずはお一つ目いきます。ビットコインが2013年以来最高の1月に、もうすぐね1月も終わりますよ。で、アメリカの機関投資家が、まあ言っちゃうと権威を引っ張っているんじゃないかなというところでニュースに上がってきておりました。これヤフーニュースにもね載っておりましたから、とうとうねポツポツそういった話題がヤフーニュースの方にも流れてきたかなという感じがねいたしておりますよ。いきまーす。ビットコインは2013年以来最も好調なスタートを切ったと。で、時価総額で世界最大の暗号資産であるビットコインの価格はアメリカドル安を背景に今月 40% ね上昇をしたということでございますね。で、この上昇の原動力は、まあ言っちゃうと 40% ですか、まあ 1.5 倍ぐらいになったということでございましょう。で、この上昇の原動力は主にアメリカ国内の買い手であるとオブザーバーは述べていると。で、ビットコインは今年累計で 40% 上昇しており、そのうち 35% はアメリカの取引時間中に発生したものだと。で、アメリカの機関投資家、まあ、ごめんなさい、投資家が、上昇の 85% に貢献をしていると暗号資産サービスプロバイダーの、マトリックスポートのリサーチ&戦略責任者マーカス氏は金曜日のクライアントへのメモで述べているということですね。で、上から下行きましょう。ビットコインのリターンを地域別の取引時間に分解したグラフということでございますね。こういった形で上から下いきますよ。一つ目、我々はこれをアメリカの機関投資家がビットコインの買い手だという明確なシグナルと解釈をしていると T 電子は付け加えたと。で、二つ、はい、ビットコインは2013年1月にも 51% ね急騰しておりますと。で、三つ目、はい、株式と異なりビットコインや暗号資産全般は24時間取引されるため、オブザーバーは様々な異なる時間枠の注文フローを追跡し、買い圧力や売り圧力の原因をね推し量ることができますと。で、次ですね、機関投資家の強気な姿勢はシカゴマーカンタイル取引所に上場しているビットコイン先物のプレミアムが上昇していることからも明らかでありますということですね。で、次、はい、機関投資家はビットコインを現物で買っているだけでなく永久先物にも常に高いプレミアムがついていると。で、これは機関投資家やヘッジファンドが最近の暗号資産市場の落ち込みを積極的に買っていることを示していると我々は解釈していると T 電子は述べたということですね。まあ、ちょっともうおしめ買いをしまくっているところでございましょうかね。で、次、はい、これなんですか、なんとかデジタルアセットも、今月初めに同様の見解を示し、まあ、他のところも同じような見解を示していると。で、コインベースプレミアム指数の上昇を個人投資家に比べて洗練された、アメリカの機関投資家の買い意欲が高まっている
ている証拠として注目したということですね。で、次です。はい。伝統的で暗号資産に焦点を当てたヘッジファンドや企業、伝統的な資産運用会社が買っていると、コインベース、インスティチューショナルのリサーチ責任者の方は、書いているということですね。で、次。はい。ビットコインの機関投資家主導の強気転換は、暗号資産が SP500 よりも数週間先に底打ちした過去の記録を考えると、アメリカ株式市場にとっていい兆候かもしれないということでございますね。まあこういった形で出てきているよと。だから2013年以来、10年ぶりの最高の1月になったということでね、ニュースには上がってきておりました。まあ、そうして言うならば、機関投資家という風な形で出てきておりますから、機関投資家主導の、まあ今月上げだったのかなっていう感じもね、いたしております。はい。で、次行きましょう。今日の最後のニュース、フレアートークンでございます。こちらのニュースがね、上がってきておりました。行きましょう。一時ね、ニュースでも出てきておりましたね、残り 85% どうするのかっていう話だったわけでございますけれども、正式に決まったみたいな感じですね。いきますよ。フレアネットワークは、だから、リップルね、スナップショット取られた方、残りの 85% 配布多分されてないと思いますので、ご自身でこの対応をしていかないといけないので、ここをちょっと注意してね、見ておいてくださいよ。いきます。フレアネットワークは、1月28日に、フレアトークンの配布方法などに関する内容を含んだ重要提案ね、FIP01 が 93.8% の賛成票を得て可決したことを発表したと。で、この FIP01 は、FLR、フレアトークンの分布を拡大し、インフレを抑制するというタイトルの改善提案であり、今月 XRP 保有者に対して配布されたフレアトークンの残り分 85% の配布方法などが決まる複数の提案がね、含まれた重要提案となっていると。で、 FIP01 が可決された場合には、もともと XRP 保有者に配布される予定となっていた残り 85% 分の、だから今皆さんがもらっている、スナップショットされた方がもらっているのは 15% 分しかないということでございましょうね。だから残りの 85% の分をどうするかっていうのが、こう話題になってたわけですよ。で、残り 85% 分の FLR トークンがラップされた FLR トークン、 WFLR の保有者に配布されることになるため、だから自分でしないといけないです、この対応は。はい。投票結果には注目が集まっていましたが、今回はこの FIP01 が 93.8% の賛成票を獲得して可決されたことが報告をされていると。で、なお、フレアネットワークは今回の発表で、フレア財団や 3.5% 以上の FLR 割当てを受けているエンティティは、投票に参加はしておらず、フレアチームメンバーによる1億1900万票のみが投票に参加したとも説明をしておりまして、たとえチームの票が含まれなかったとしても、どのみち FIP01 は、93.03% の賛成で可決されただろうというふうにコメントをしているということですね。で、上から下行きましょう。これが重要。今後の FLR 獲得には、WFLR へのラップ作業がね、必要になりますということで、85% 欲しい方はこれを確実にね、しておかないといけないよということでございます。行きましょう。当初の予定では、日本時間、2020年12月12日午前9時頃に XRP を保有していた方に FLR トークンが1対1の割合で付与される予定でしたが、今回の提案が可決されたことによって、今後残り分の FLR トークンを獲得できるのは FLR トークンを WFLR にラップした方となると。で、FLR、フレアトークンのラップ作業は自己管理型ウォレットである、ビフロストウォレットや、フレアのガバナンス投票に参加するための専用ポータルとなるフレアポータルなどで行うことが可能で、 WFLR に変換してFTSO データ、プロバイダーに委任すると委任報酬も獲得することができるようになってますと。で、フレアネットワークはこれまでの発表を通じて、フレアトークのラップ方法や FIP01 に関する、質問ね、などの記事も公開をしていますということで、ここに関しては、残り分欲しい方は、必ず自分でしないとこれはもらえないような状況になりますので、そういったところも含めるとね、ちょっと難儀なところはあるかもしれませんけれども、しっかりね、もらいたい方はやっておくのがいいかなというふうに思います。もし、これね、WFLR へのラップ作業が必要じゃない、だからこれが反対、賛成票がこんなに集まらなければ言っちゃうと、なんかこう取引所の方に残り分を配布して自動配布されるような状況になるっていうのがもう一個の、なんか確か投票だったと思うんですよ。ただ今回はもうご自身でしてくださいよっていう方に票が集まったのでね、これはしっかりとやっぱりご自身で対応ねしていかないといけないので、ここはね注意しておいてください。よろしくお願いいたします。はい。それでは本日のね、重要ニュース並びにご案内以上となります。そして行きましょう。本日のチャートブゼーキパパプーパパプーパパプーよろしくお願いいたします。といったんその前に時飛ばし。
はい、それでは再開をしていきたいと思います。チャートはビットコイン、イーサリアム、あとはビットコインキャッシュ、そしてライトコインですね。そして最後締めくるのはリンク、クジラ様たちがね買い集めているという噂があるリンクを見ていきたいというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。では行きましょう、行っちゃいましょう。まずはこちら、ビットコインですね。行きまーす、ビットコインなんでございますけれども、ただいまの価格が 23,422 ドル、とうとうね、上に一段上にちょっと力強くね上がっては来ております。皆様が、注目しているところがおそらくこの週足の、移動平均線がねちょっとこう束になっている2万5000ドル付近ですね。やっぱりこの辺りっていうのが一つ安値をねぐーっと更新しまくっている戻り高値でございますね。去年の8月あたりにつけてきた2万5000ドル、ほぼまあ、こことね被っておりますから、やっぱり、この2万5000ドルというところが一つ目標価格としてはねやっぱり意識されていくところかなというところがありますので、ここまでのもうあと1500から1600ドルぐらいの、上昇というのはね期待をして置きたいところでございましょう。で、日足次落とし込んでいきますけれども、こちら。はい。一旦ね、どうでしょう。安値を、まあ、4時間で見たらはっきりわかると思いますけども、安値をぐーっとね、切り上げていってからの高値、23,200 ドルである程度一定値だったわけでございますけれども、今さっき言った、このね、23,200 を明確に今抜けて 23,400 あたりをつけている。このね、一旦ぐっと上に抜けていって、22,700 ドルあたりでね、こう、もじもじしていたわけでございますけれども、この値位置付近ではね、ちょっと4時間で落とし込んだらよくわかるかなというふうに思いますけれども、この値位置では、逆三尊。はい、逆三尊ですね。並びにここ逆三尊アタックねしていったんでございますよ。それこそ昨日の朝方あたりに逆三尊アタックに入ったわけでございますけれど、押し戻されて、ただ一旦サポートとして効いていたこの右上がりの黒いラインがまだねサポートラインとしてはかなり生きてはきているので、それを加味していくならば逆三尊からのある程度アセンディングトライアングルね、これは一昨日かな、金曜での配信も多分言ってたと思うんですけど、逆三尊並びに、アセンディングトライアングルが意識されているんじゃないかなというところで、4時間で明確にね、このネックライン、を今アセンディングトライアングルのネックライン上にブレイクして力強さがもう一段今出てきているところでございます。今回のブレイクで、より一層ね上を目指していけるような展開にはなってきているんじゃないかなというところで、この前の4時間、先ほどねどうでしょう、5時、今回始まったのが、だから、ここですよね、だから9時かな ?9 時まで、5時から9時まで、夕方の5時から、先ほど9時までで、4時間足、上にブレイクした、ネックラインを上にブレイクした状況で決定してきましたから、ここからもう一段上のね、領域に到達してきてほしいなと、ヒゲまで加味するならば、どうでしょう、今、ちょうど今ぐらいの値位置から、23,800 ドルあたり、このあたりでのね、言っちゃうとこう、短期筋の利益確定であるとか、ショートインをした方々のね、ものを、全部食いちぎって、もう焼き切って上にバーンとね、上がっては来てほしいわけでございます。やっぱり、これぐらいね、ずーっと押されていたラインがね、あって、一回上に抜けて、まあ、下に落とされていく、ヒゲで加味するとね、下に落とされていくっていう状況になると、やっぱりどうしてもね、弱気筋の方々の、やっぱり意識ラインっていうのが相当この部分では溜まっているでしょうから、やっぱりここまで上がってきたらショートインして下落を狙っていくって方もたくさんいると思うんですよ。だから、そのショートの勢いをね、焼くレベルでの上昇を見てくれれば、このまんま一気にね、2万5000ドル付近までは駆け上がってくれるんじゃないかなというところで、そこは期待したいところでねございましょう。なんとかこの弱気の方々の意識をね、まあすべて、グリーッとね本当に食いちぎるレベルでバーンとねもう一発上昇してくれれば、ショートスクイーズ、ショートカバーが起こって、2万5000ドルへ発射していくんじゃないかなというところで、そこは期待を寄せていきたいところでございましょう。で、あともしねこのままぐーっと落ちてくるんであれば、まあ売り圧にね、押されて落ちてくるんであれば、23,200、一旦ねやっぱり壁になっていた、実態としては結構壁になっていた23,200、並びにこのねずーっと長らく効いてるサポート23,000ドルまで今上がってきました。だから23,000ドル付近での、反発ロングインっていうのは一つありかなというふうに思いますけれども、このまま何回も何回もトライして、それでももう抜けきれないなと思うんであれば、もう強気派の方々がねやっぱりこのサポートライン付近で買いを入れなくなって、売り圧がより一層かかってずるっとね落ちてくる可能性がありますから、やっぱそこにはね一つ注意をねしておいてほしいんですけれども、 OK でございましょうか。だからもしこのサポート付近でロングインしていくんであれば、やっぱりしっかりとねもう損切り対象は22,700でいいんじゃないかなというふうに思いますけども、次22,700を割り込むと、この雲の、片んち、21,800 付近までずりーとね、落とされていく可能性がありますから、もしロングインで入る方は、推しのね、いわゆるサポート付近でのロングインで入る方は、一応、動きはね、やっぱりこう、かなり注意しておかないといけないところでございましょう。やっぱりこれぐらいね、上の髭を伸ばして何回も何回も押されてくると、これに嫌気がさして、もうちょっと上がろうもんなら、もう利益確定、短期筋の利益確定もやっぱり入ってくると思いますから、そこを耐え切ってからのもう一段上っていうところが当然あ
あると思いますので、でその今第1段階目だから第一歩目はなんとかクリアはしてますよっていうところは意識しておいてください。はい、アセンディングトライアングル並びに逆三層のネックをクリアしておりますから、まず第1段階はねクリアしているということで、上を目指していけるような展開には間違いなく今なっている。ただ、ここからね何回も何回もなもう何回も言ってあれなんですけど、押されて落ちてくると、上のヒゲつけて落ちてくるともう上げきらないというね、意識がやっぱりトレーダーの間に、こうやっぱり蔓延してきて、少し上がろうもんなら利確という話に、ね、なってくるかなというふうに思いますので、そうなると、まあ、言っちゃうとね、22,700、まあこのラインがやっぱり黄色のラインが重要なサポートラインでございましょう。このラインを割れ込んで2万ドル前半ぐらいまでもう一回落とされていくみたいなね流れもやっぱりこう想定はしておかないといけないので、ここは注意をねしておきましょうということで、よろしくお願いいたします。もしさ今の話に反するかもしれませんけれども、もう握っておきたくないと。ね。はっきり言うけど。うん。もう、なんかもう落とされるのも怖いし、もう握っておきたくないなって思う方がいるんであれば、言っちゃうと今、上にブレイクした今が、一つちょっと利益をね、確定させる一つのポイントであるかなというふうには思いますから、もう握力がね、ちょっとこう弱まってきつつあるという方がいるんであれば、ちょこちょこ利確準備に入っていってもいいかもねと。例えば22,700ぐらいで、本当に入った方で、今であれば、どうでしょう、300、400とか、1万あたり700ドルぐらいの利益がね、取れているような状況だと思うんですよ。あまり欲をかけすぎるとね、本当に、一気に急落が起こってくる可能性もありますから、まあ我慢はしておかないといけないんですけれども、ちょっとこう握力が、うん、弱き筋に押されて落ちてきそうだなって思う方は、利確を意識するような動き、全利確じゃなくても、まあメインはね25,000ドルというところを目標にして、どうでございましょう。ちょっと利益が取れているなら少し玉量を落として、ちょっとこう下落にもね備えておくっていう意識は必要かもしれませんので、そこはね意識はしておいてください。よろしくお願いいたします。 OK でございましょうか。あとはまあちょっとこうねレンジもやっぱ作られているような感じにもなってる。22,300 から上は23,200ドル付近でね、ずっとこうレンジを組んでいたような状況にもなっておりましたから、例えば、まあ、利益確定はしたくないけど、下に落とされて損失をね、被りたくないなと思う方は、もう22,300ドル付近での、損切りラインっていうのはきちんと設定はしておかないといけないかなというふうに思いますので、そこも合わせてね、お願いいたします。まあ、とにもかくにも、今は、まあ、上げの期待の方が大きいかな。25,000ドルを目標価格として上に上がってくるような、動きが見られてくるんじゃないかなというふうに思います。押すんであれば23,000ドル付近まで落ちてくるかもしれませんけれども、そこまで落ちてきたら逆に反発ロングインのチャンスネイチとして、ただ、このヒゲまで加味したどうでございましょうかね、サポートラインを割れ込む、もしくは22,700を割れ込んだら、まあ逃げていく、まあ損切りないしは耐えられる方であれば22,300ドルを割れ込むまではある程度粘ってみてもいいかもなというふうには思いますけども、こんだけ上のねアタックに入って抜け切らないとなかなか嫌なところもありますけども、チャートの形状としたら悪くないで、ちょうど抜け切っておりますからね、悪くはないところでございます。よろしくお願いいたします。まあとにもかくにも上の意識を持っていく方とね、やっぱりこう限界だろうという風な考えで、いわゆる短期的な利益確定が入るポイントに今ちょうど差し掛かっておりますから、もう一段高いところをね、見ていくんであれば、この上のヒゲ、をつけているいわゆる要因ね、短期筋の利益確定、そしてショートインというところがあるでしょうから、これを焼き切るもう一段上へのね、推進力が必要かなという風に思いますので、そこは期待をね寄せていきたいところでございます。まあとにもかくにも、逆三層並びに、あちらアセンディングトライアングル上ブレイクっていうのはね、良かった良かったというところでございましょう。見られているのは間違いなくこのね、目標価格結構設定している方が多いんじゃないかなと。25,000ドル付近が一つ今回のフェーズ、今回の上昇フェーズでの一つの収まり具合のある場所なのかな。25,000ドル付近がね、ある程度フェーズごとに見ていくんであれば、さっきも言ったように今回のフェーズで行くところのね利益確定ポイント、25,000ドルっていうところはやっぱり設定しておくべきかなというふうには思いますので、よろしくお願いします。抜けていけばね、ある程度また強い上昇が28,000ドル付近までの上昇が見ていけて、28,600を抜けていけばね、もう本当に上を遮るようなものがないので、43,000ドル付近までぐーっとねブン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 上がっていく可能性がねありますから、そこに対するね期待感を込めていきたいところでございましょう。はい、で次行きます。まあとにもかくにも良かったと、アセンディングトライアングル上にブレイクしてね、このまま勢いつけてね行ってほしいなというふうに思っている次第でございます。はい、次行きましょう、次行きましょう。次はこちら行きます、行っちゃいます。ビッツコインがキングならイーサリアムはクイーンでございます。キモ、よろしくお願いいたします。お願いいたします。行きましょう、行っちゃいましょう。はい、イーサリアムなんでございますけれども、ただいまの価格1608ドル付近をね推移しているような状況でございます。こちらも週足で見ておきましょう。週足の MACD はね右上がりでいい形、もう少ししたらゼロラインを突破するような形でございますね。で、これもね何回か言っているわけでございますけども、週足レベルで見るとかなりバカでかい逆三層がねこう今作成されているような状況、調整が入ってくるんであれば、ここら辺って言ってましたね、1300半ばから1350ドルあたりから1400ドル付近まで落ちてくる可能性があると、調整が入るんであればね、でも入らずに今上をぐんと狙ってきているような状況、ビットコインも上がってきておりますから、まあイーサリアムもね今のところはまあ元気がいいというところでございますね。で日足見ておきますよ、こういった形。短期的にはね、この短い黒いラインがございますけれども、ここで3ゾーンをねちょっとこう作りかけていたわけでございますよ。た
ただ、さっきも言ったようにビットコインの勢いがいいので、上にぐんとね、一段上がってきました。ちょっと三尊否定に入っているような状況を、うん。頭を押さえつけられているラインがあるんですけど、これもうまく今上にブレイクしているんじゃないかな。そうなれば、また1700ドルをね、目指して上に上がってくるような状況にはなるかなという感じ。はい。ちょっとトレンド引いてみましょうか。こういった形ですね。ギリギリかな、ギリギリですね。この高値をね、切り下げている、このラインを上にブレイクしてくれば、ある程度三尊否定の意識が出てくるんじゃないかなというところで、より一層ね。だからちょうど今のポイント、今のネイチ付近っていうのは、ちょうどこの高値を結んだラインを上にブレイクしておりますから、一つチャレンジロングとしてはありかも。うん。目標価格は、まあ、一旦はやっぱり1700ドル付近っていうのが、意識はされてくる、いるでしょうから、今一つロングインのね、まあ、ちょっと髭を噛みすると抜けてないんですけど、実態として、まあ、つけてはきておりますから、ロングインのチャンスとしては意識しておいてもいいんじゃないかなというふうには思います。目標価格は1700ドル。まあ、100ドル幅ぐらいしかちょっと取れないので、なかなか旨味がね、ないところですよ。うん。それを加味するならば、まあ、これ前から言ってますけれども、重要な1700ドルを抜けてからね、入っていってもいいんじゃないかなというふうには思いますので、1700を超えていけば、かなり力強さは出てくるかなというふうには思います。だから、一応ね、この三尊を作られている、高値を結んだ右肩作成しておりましたけれども、高値を結んだラインを今実態として4時間抜けておりますから、ちょっとチャレンジロングはありかなという感じ。1700ドル。うん。怖い方は、1700を明確に抜けてから入っていくのがね、いいかなというふうに思います。よろしくお願いしますよ。日足レベルのでの長期の移動平均線、うん、もう 200EMA も表示しているこの緑のラインも表示しておりますけれども、これもしっかりね、実態としてもう綺麗に抜けておりますから、なんとかね、サポートとしてはいろいろ機能はしてきてほしいんですけども、もし割れ込んで落ちてくるんであれば、やっぱり何遍も言う1350から1400ドルあたりっていうのが一つ支えが入るかなというところのね、ポイントになるでしょうから、もし割れ込んで落ちてきたら、このあたりでの買いっていうのはね、一つ、サポート体としては機能してくるかなというふうに思いますので、1300ドル中盤あたり、うん、このあたりでのロングインっていうのはね、一つ考えてみてもいいかもしれません。上に上がってくるんであれば1700超えから入っていく、これは一つの戦略としてはね、ありでしょう。1700ドル超えから入っていくんであればこの雲のね、片んち並びに中期の移動平均線が特に、まあ、邪魔にはなるかなというのは思うんですけども、抜けていった事実の方が強いかなというふうに思いますので、ある程度もじるとは思うんですけど、一気にね、ぐっと抜けていって2000ドル、そしてそこを抜けていけば2900ドルというところを目標価格として話が進んでいくでしょうから、まあ、ちょっと早いかもしれませんけども、やっぱり何遍も言ってあれなんですけど、1700ドル超えからのロングっていうのは一つね、推奨ネイチでございますので、よろしくお願いいたします。はい、で次行きましょう、次行きましょう、次はこちら行きます、行っちゃいます。まあ、ビットコインが、ね、落ちてこなければうまくね、上落ち着いてくるかなというふうに思いますよ。次はこちら行きます。はい、皆様の皆様の大好きなアルツのお時間でございます。私も大好きでございます。いや、お願いいたします。お願いいたします。行きましょう。行っちゃいましょう。はい。ビットコインキャッシュなんでございますけれども、ただいまの価格136ドル付近をね、推移しているような状況でございます。で、この通貨に関しては月足レベルで見ていくならば、去年の6月からね、大陰線をつけてきてからのレンジをね、組んでいたような状況。下に関して言うと、まあ、95ドルあたり。上に関して言うと、まあ、実態で考えるならば140ドルなんですよね。実態で考えていくならば、レンジの。実態だけを切り取ると、下は196から5ドル付近ね、上は140ドル付近ですから、あともう少ししたら、あと何日間かで、月足確定します。それを加味するならば、レンジを、まあ、上に抜けたかなっていう意識がやっぱ出てくるのが、140ドル超えをしてくれれば、まあ、まあね、ヒゲまで加味するならば165ドル付近なんですけど、実態を考えていくならば140ドル。だから、少なくとも140ドルを抜けた状況で、月足が確定すれば、さらに上への推進力がね、出てくる可能性があるよっていうのは一つ意識はしておいてください。OK でございましょうか。で、週足に落とし込むとこういった形。はい。まあね、この上に分厚い雲並びに、中期の週足移動平均線がありますけれども、140ドルを超えたら、ちょうど、月足のヒゲまで加味した、まあ、上、165ドルっていう風に言いましたけれども、ちょうどね、中期の、週足中期の移動平均線も被ってますから、140ドル抜けから160ドル中盤あたりぐらいまでは、元気よくね、ぐっと上に上がってくる可能性があるよっていうのは意識しておきましょう。一つの利益確定ポイントが、まあ、短期的に入っていった方は、160から170ドル付近。で、その直上に雲の形もありますから、その付近ね、この付近の、利益確定というのは一つ推奨でしょう。で、次また勢いが出てくるのが200ドルを超えてきてから、うん、200ドルを超えていければ週足の雲長突入しますから、160ドル付近まで、広い目線で見たら分かりますかね。今回の下落、まあ、今回というか去年のね、大幅下落を見ていくならば、かなりサポートとしては機能しているこの260ドル付近が、次なる目標価格となるかなと。だから勢いが次出てくるのが200ドルを超えてから260ドルというフェーズが出てくると思いますので、ここはね、結構真空状態、うん、利益がね、取れていける可能性がある場所ですよというのは押さえておきましょう。ビットコインキャッシュで日足で見ていきます。今どういったチャートをね、作成しているのか。はい、上昇のウェッジを作り上げております。で、日足の200
200EMA っていうのがかなり壁になっている。で、その 200EMA 緑のラインがね、上昇ウェッジの中を横断しているので、ウェッジ的に言っちゃうと上値をやっぱり抑えられているところがこの緑のラインが要因なのかなと。だからこれを明確に日足レベルで抜けていけば、その勢いのまんま上昇ウェッジのレジスタンスも抜けてぐんとね160ドルぐらいまで、160から170ぐらいまで跳ね上がってくる可能性がありますので、なんとか月末にはその動きにはなってほしい。そうすれば、月足もいい形でね、確定しますから、より一層上をね、目指しやすくなってくるでしょうというところがあると思いますので、とにもかくにも今ビットコインキャッシュ、上昇ウェッジを作り上げている。上値は日足の 200EMA が邪魔になっているので、上昇ウェッジ上にブレイク、ちょうど140ドル付近ですから、このまんま140ドル抜けてくれれば、いいね、かなり状況がいい相場がね訪れてさらに来るんじゃないかなというふうに思いますので、もし短期的に入りたい方は140ドル超えからね一つロングインしてもいいかも。で、利益確定ポイントは160から170ドルあたりを目標価格、1万あたり20ドルぐらいのね上昇が見ていける可能性がありますので、そこに対する期待感をね込めていきたいところでございましょう。利益確定をして次200ドルを超えていってから、もう一回ねロングインをして入り直していくみたいな形でやっていくのがいいかなというふうには思ってる次第でございます。はい、で次行きましょう、次行きましょう。まあ、とにかく月足で140ドル実態で抜けてくれればね、さらに面白い相場が来るかなというふうに思いますよ。で次行きまーす。次はこちら、ライトコインでございますね。ライトコイン、ただいまの価格が95ドル付近をね推移しているような状況でございます。でこの通貨に関しましては、もう100ドルあたりがね一旦利益確定ポイントとして、推奨されますよというふうには言っておりました。はい、で今ちょうど勢いよくね原曲群が上がってきています。うん、ある程度皆さんにお伝えしたのが結構2、3週間前だったと思うんですけども、80ドルを超えていってからね、目標価格100ドル付近だよというふうに言っておりました。でちょうどもう本当にその動き通りね今力強く上がってきておりますから、そろそろライトコインね、どうでしょう、 FX 関係で入っていった方は利益確定をね意識しておくべきラインには今到達しておりますよっていうのは意識しておいてください。で、次なる強さがやっぱり出てくるのはある程度もじもじするとは思いますから、次なる強さが出てくるのはこの110ドルね。やっぱりこの110ドルあたりっていうのは一つ重要なね、値打ちにはあるかなというふうには思います。はい。これは大きな相場が来た時のサポート価格としてはかなり意識されていたラインでございます。100から110ドル付近。だから、この赤いラインのね、110ドルあたりを抜けていければ、140から150ドルぐらいまでの次なるフェーズっていうのが待ってるかなというふうに思いますので、ここはね、一つ意識はしておきましょう。週足レベルでも MACD 線がゼロラインを超えて強気相場継続中よというね、シグナルが出ていますので、かなりね、アルトコインの中ではいい通貨の一つにはなっているかなというところでございますね。まあ、とにもかくにも週足の移動平均が長期移動平均がありますから、利益確定ねちょっと意識しておくべきいいところにはね到達しております。まあ、どうでしょうね、今勢いが強い、ショートインはあんまりお勧めしないかな。やっぱり夏ぐらいのね、半減期めがけてまだ上を全然試していく可能性がある。落ちてきたとしても結構ね、さっき言った半減期に向けて押し目買いをする方々が多分いるかなというふうに思いますので、この勢いはねなかなか止まりそうでないような感じもしますから、その、さっき言った100ドルでのショートインっていうのは、かなりね、神経を使うショートかなというふうに思いますので、だったならもう抜けるべきとこ抜けて、ロングインした方がね、まだ、精神的にはね、楽かなというふうに思いますので、そこは意識しておいてください。まあ、とにもかくにも、ライトコインは、利益確定のね、ポイントにもう差し掛かりそうですよっていうのは、押さえておきましょう。はい、で次行きましょう。次は、リンクをね、見ていきたいなというふうに思うわけでございますけれども、いました。はい、こちら、行きまーす。今日の最後ですね、リンクなんでございますけれども、ただいまの価格が 7.3 ドル付近をね、推移しているような状況でございます。 OK でございましょうか。でこの通貨に関してはまあさっきもね、チャートを扱う前に言いましたけれども、クジラの方々が結構リンク、やっぱこう集めているという情報が前々からニュースに上がってましたもんね。それを加味するならば今、どういう状況なのか、ずーっとも週、ごめんなさい、冷やしてみたらわかると思いますけども、去年の5月あたりからずーっとレンジ組んでるんですよ。もうずーっとレンジ相場、下に関して言うと 5.4 ドル上に関して言うと 9.6 ドルというレンジ組んでますから、で今ちょうどこの長期の移動平均線ね、やっぱりレンジの中でも頭をやっぱずっとほら押されているような状況であったわけですよ。レンジの中でも長期の移動平均で頭を押されているような状況でしたからごめんなさいね、これを抜けていけばもう一回ね 9.6 ドルチャレンジに入ってくるんじゃないかなと。 200EMA 考えてもいいでしょうから、ちょうどほら緑のラインでやっぱ押されてるでしょ。だから 7.6 ドルあたりを抜けていけばロングインチャンスでレンジ上端 9.6 を目指していくような流れが出てくる可能性がありますので、これもう少ししたらロングチャンス、 7.6 ドル超え、日足の 200EMA を確認してその上に乗っかってくれば 9.6 を目指すような動きで、 9.6 ドルはこれぐらい硬いねレンジの上端組んでますから、 9.6 は利益確定ポイントとしてやっぱり間違いなく押さえておくべきかなと。でこの 9.6
9.6 を抜けて、週足はどうかな、ちょっと週足見ておきましょう。うん、9.6 ドルを抜けていければ、もう雲中突入しますし、やっぱ9.6はこの分厚い雲の型も被ってますからね。間違いなく利益確定のポイントとしては意識されるでしょうから、7.6 超えからの9.6で利益確定、抜けてからもう一回入っていく、みたいな形でね、やっていくのがいいかなというふうには思いますので、ここは一つね、意識はしておいてください。よろしくお願いいたします。まあ、長期のね、週足の長期の移動平均、もうちょっと生まれてきておりましたから、ここですよ。緑と赤ね、生まれてきておりますから、ちょっと上が億劫にはなるかもしれませんけども、結構2ドル幅ぐらいでまたこれ取れたりしますので、まあ一つは、さっき見た、日足の 200EMA っていうのが、やっぱり今のチャート的にはね、押されているレジスタンスラインとしてはかなり意識されているところ。うん、7.6 を超えていって 9.6 全利確。抜けていってからもう一回入り直して11ドルあたりを狙っていく。みたいな形でね、やっていくのがいいかなというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。まあ、これぐらい今の勢いが強いとね、仮想通貨業界自体がです、あるところも結構強い、いろいろな通貨がね。だからビットコインが、調子よくね、2万5000ドルに向かってもう一回上昇してくるんであれば、いろんなアルトコインも今結構いいところの値打ちでいます。うん、なんかこういろんな移動平均で頭を抑えられているものもたくさんあるんですけれども。ビットコインの勢いが強くなればね、それもやっぱりアルトコイン、釣られて上に上がってきて、ブレイク、重要な移動平均線、頭を抑えられている移動平均線も、ブレイクして、さらにもう一段上っていうところを目指していけるかどうかの、今、佳境にありますから、ちょっとね、本当に、まあ、言っちゃうところは、寝てても儲かるみたいなね、相場。例えば FX とかであっても、もうロング一択で儲かるよねっていうね、相場が本当もう少ししたら訪れそうな感じもしますから、まあ、今実際にも訪れかけておりますから、そういったところを含めるとね、ちょっと楽しみな相場が、またまたやってくるんじゃないかなと、うん、ちょっとこう、小バブル、バブル的なものがね、やっぱりこう訪れかけているんじゃないかなというところで、ここは一つ期待感をね込めていきたいところでございましょう。まあリンクに関しても話は戻りますけれども、 7.6 超えからの 9.6 というところを1枚あたり2ドルって言ったらね、相当な利益でございますからね、ここは楽しみなところでございます。はい、それでは本日のね配信は以上となります。とにかくビットコインね、頑張って上がってくれと、押され負けするんじゃねえということで、サポートね、2万3000ドルあたりから2万3200、あと2万3000ドル。このあたりでちゃんとサポートがもう一回、もし落ちてきたとしても、機能してくれるかどうか、そこでまた買いが入って上をもう一段目指していけるようなジャンプが発生するかどうか、2万3800を超えていけば、実態でね、あのヒゲを全部食い散らかしてしまえば、2万5000ドルまでの上昇が間違いなくね、見て取れるんじゃないかなというふうに思いますので、ここは期待感をね、すべての仮想通貨込めていきたいところでございます。はい、それでは本日の配信は以上となります。またまた皆様、来週ね、新しい1週間、また始まりますよ。仕事ね、あると思います。私も当然ありますけれども、バリバリね、もう1月も終わりですよ。もう2月にね、来週から入ります。バリバリね、頑張っていきましょうということで、よろしくお願いいたします。はい、それでは、それでは、次のまた配信で皆様お会いしましょう。では。